皆さんこんにちは。こんにちは、マックスラジです。上田です。さあ、毎回いろんな場所の温泉を紹介しておりますが、そうですね、今回はもう早速行っちゃいましょうか。今回いいですか。行きましょう行きましょう。あの、山形県の蔵王ですね。あ、はい、蔵王。蔵王がやっぱ好きすぎて、あ、そんなに取材行ってます。なあれ3個目ぐらいじゃないですか。もっと行ってるね。4つ目ぐらいかな。うわー、うん、山形なんですね。そう、あのね、うん、山形の特にこの蔵王とか、まあ、米沢周辺って。ああ、米沢も山形ですか。そう、個人的にはもうめちゃくちゃ好きで、特に多分、うん、日本海側ですもんね、その本州のこの、まあ、あの上の方で半分で。そう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 、山形でいうとそうだけど、まあ、内陸部のところですね、うんうんうん、まあ、蔵王とか米沢っていうのは、あの、まあ、お肉ね、牛肉が米沢牛、米沢牛とか、うん、やっぱりあとジンギスカン、蔵王は。ジンギスカンもあるのか。まあ、もちろんね、北海道も有名だけど、蔵王やっぱりジンギスカンもう、その僕どっちかっていうとね、ほう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 、村井君と違って肉の方が好きだ。私も全然肉です。まあ、肉好き、全然肉ですよ、ね、はい。まあでも一緒、極端にお肉ですよ、ね。まあそう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 、極端にお肉派ですよ。お肉、お肉、お肉、本当にもうそういう温泉とね、その牛肉とか、うん、温泉とジンギスカンとか、そういう組み合わせ、もうそれはもう最高ですよね。東北新幹線、あ、そうです、そうです。で、どこまで行くんですか、ちなみに。あの、この時は、うん、あの、東北新幹線で、うん、ま、蔵王って仙台から1時間ぐらい車で抜けると。あ、そんなもんなんですね。1時間、仙台っていうか、宮城からか、はいはいはい、1時間ぐらいなので、あの、そんなに別に どっちから、まあ、ってわけでもないんだ。そうそうそう、山形新幹線側からでも行けるし、やっぱ東北新幹線側でも行けるし、ただ車があった方がすごい便利みたいな。いや、むしろ車がないときつい。いや、車があった方がいいですね。 なぜなら、あの、蔵王は、あの、まあ、お釜とか観光 名所も結構山の中にあったりとかあるし。お釜っていうのは、そのそっちじゃない、その、山の上にある。山の上にあるお釜。山の上にあるお釜ってなんですか。あの、すごく話がまた長くなるんで。いいいい、はい、教えてください。山の上にあるお釜ってどういうことですか。蔵王の山のところに、うん、いや、例えば富士山でいうと、富士の山頂って別に尖ってないじゃないですか。そうですね、なんかの火口がありますね、はい、そうそうそう、あの火口みたいなやつの超巨大版があるんですよね。それをお釜と言いますか。言いますよ。ってことは、あの、熊本阿蘇山のあれとかもお釜っていう言い方。あの、あの感じ。いや、お釜って、お釜言わないでしょ、阿蘇山は。ただ、あの感じってわかるでしょ。わかります、あの感じ、わかります。あの感じので、結構、水が張ってるのね。その水とか、すごい色の綺麗な、まあ、それのことを、まあ言うの。もちろんそこを見に行くんもあるけど、そのドライブコースから行くと、一番高い山なんで、まあ周囲が全部見えますよね。紅葉の時期とか、ほんと、シャレになってないぐらい綺麗。もう最高ですよ。冬はまあ冬で、樹氷がね、はい、有名なんで、ね、うん、人生を楽しんでますね。いやいや、これもう仕事で調査特に今回のは、はいはい、あの、いい意味でそのままですが、美味しい思いをしました。おお、なるほど。力を入れてご紹介。じゃあちょっと見ましょう、見ましょう、はい、行きます。はい、そして今日はですね、紹介するのは高宮というですね、高宮、はい、高宮旅館。なんか、蔵王でも一番に歴史がありそう。歴史があるところで、1700年代から、まあ、開業され、創業されているところで。ってことも300年近く近く、はい、老舗ですよね。で、ここはあの、結構温泉の数が多くて、貸し切りも2つあるんだけど、露天の方も、まあ、いわゆる1個だけ大きいのじゃなくて、こういうような、あの、割とたくさんあるんだ。たくさん、かわいいサイズ。いや、そうそうそう、これセグラギの湯というところの足湯のコーナーがあって、ちょっと木のね、階段を登ると、うんうん、横がちょっと川が流れてるところなんだけど、本当にこのちょうど2人で頂上っていうぐらいかな。それが、共産性なんで、結構本当に、まあ、共産性、うん、まあ、ちょっとでもなんかね、あの、傷んでるとかピリピリしちゃう、うんうん、まあ、すごく体にいい紅葉なんですね。この温泉は本当にあの、残念ながら日帰りができない、まあ、あの、近くの宿泊のところです。はい、てか綺麗だな、光の色が綺麗だな。そうですね、本当にもうこの暑いところも多くてですね、ここさすが東北、大体暑いね。 あんまりぬるい湯がなくて、温度が、温度が基本です。入ったなっていう、がっつり入ったなっていうところです。いや、どれもこれももう白い樽風呂ね。
これいいですよね。綺麗ですね。でこれね、スイートのね、うんうん、リアン山水っていうところなんですけど、あの机もすごい綺麗。そう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 。ガラス張りで奥山。今の奥山清之さんっていうなんかあのフェラリのデザイナー、日本人の、うんうん、某 NHK のね、プロフェッショナル系のと出られてるような方がデザインしたところで、うんうん、まあこのスイートの部屋は素晴らしくかっこよかったです。天井も、まあ、うわー、天井高いんだ。うん、であえてここは温泉が結構きついので、うん、お風呂もここついてるんだけど、それはお風呂はまあ普通のお湯を。うわ、食事もなんか、ああこれね、蔵王牛と米沢牛の、まあ、コラボレーションのね、こういうメニューも1日4組限定で、ね、出してるっていう形ですね。今これちょっとね、2種類いいな、美味しいもの、美味しいですよ。本当にちょっとずつ、うん、贅沢にみたいな感じですね。これね、本当に上品な、やっぱり、ね、海のうまそうだ。お、蔵王牛。蔵王牛って何ですか？蔵王税の牛ですね、蔵王の、うん、はぁ、横がまた米沢とかなんでね。あら、まあ美味しそう、アワビ。アワビでございますかね。アワビです。え、うん、何すかこれ。これね、すきしゃぶって言って超贅沢じゃないですか。真ん中がすき焼きで、外側がしゃぶしゃぶというね。あまりこれこんな見たことない。もうこれね、両方同時に食べるっていうね。すごいな。ないよね。何のために作った容器なんだ。いやいや、もうほんとね、これ至極の瞬間で、ね、いや、ほんとこれ取材ってよかったな。コメント言うの忘れてたよ。ずっと食べてた。食べ終わってしまった。いや、うまっそう。これはうまかった。こんなん絶対美味しいですやん。で、この近くに施設があって、はいはい、こちらのグループが経営されているわらべの里という、うん、こういうね、また別の建物。昔の、そう、もともと貯蔵されてたような宝物、まあ、うん、そういう宝物をちょっと出されて展示されてるようなところで、まあこういうカルタだとかも昔から伝わるものが見えるようになってるんですけど、ここ何百年前からってやつですよね。そうです、そうです。なかなかこう素晴らしい綺麗な施設が、まあ、車で約5、6分のところに、うん、近い、うん、こういうところもあって、まあ蔵王、まあ、自然もすごくいいんだけど、こういう伝統的なものも、うん、まあ、ここの近くにはあると。まあ、この辺りの風景を描いた春から夏、うん、秋というようなこういう絵も展示されてて、なかなか文化にも触れれるという、本当にザ・トップクラスのもう老舗の旅館、高宮旅館でした。素晴らしい。すげえな。いやー、いやー、もうだって入り口がいいね。いやー、もう格式があるしね、入り口からしていい、うん、そうそうそう。もしこれだけ、うん、温泉を紹介だ紹介だって言って、温泉はもう本当に、うん、なんだろう、日帰りとか、うん、あと札幌空港の、あ、空港の4階ぐらいとかじゃないですか。あるよね、あるある。もうああいうぐらいしかもう行けてねえな。行く時間がないね。ドロケ入れないとなるもんね。そうっすね、最近そういうロケ系もそんな頻度高くやってないから、うん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 、あー、ないっすね。いや、これね、それも俺がね、もう仕事で行ってるんで。いいなー、すごいなー。まあでも本当ね、ちょっとね、企画しないとダメだよね。そうっすね。うん、ここなんかは本当に、まあ、落ち着いていくにはすごく最適だし、うん、企画しなきゃ。企画しないとね、始まらない。企画しなきゃ、ね、うん、いずれかに行こう、うん、ホラー系と組み合わせて。なかなかね、ホラー系と組み合わせてね、そんなゆっくり入れない。撮影場所としてこう、どうぞ我が旅館をって、なかなかないんですよね。なんか幽霊出るとか思われたくないみたいな。まあでも取材行ってると結構ね、オーナーさんが、いやー、マックス村井さんの、それこそ、子供がよく見てるんで、ぜひ本人もいらっしゃるようにちょっとお伝えくださいっていうのはよくいろんなところで言われる。ありがたい話だな、うん、でも行きたいな。いざホラーとなるとまた話が違う、まあ、全然話違うでしょうね。全然話違う。なんか全く違うでしょうね。全く違うよね。いいな、行きたいな。ぜひ企画しよう、ね、今年1回ぐらいはどこか行きたい。行きたいね。はい、今日紹介したのが山形県座王ね、高宮さんでございました。はい、概要欄にもいろいろとリンク入れておきましょう。はい、どうぞ行かれてみてください。ぜひ私も行きたいです。はい、さよなら。今回は以上です。